こんにちは、平岩優乃です。 YouTube 始めました。楽しそうだったから YouTube やっていこうと思います。ということで質問コーナーやっていきたいと思います。これ好きかって、インスタで質問を募集したので答えていきたいと思います。これ好きかって、簡単な自己紹介を聞きたいです。平岩優乃です。1998年11月21日生まれ、大型のサソリ座です。出身は東京です。趣味は散歩です。以上。これ好きかって、好きな髪色は何ですか？ピンクです。これです。じゃあ次、好きなフルーツは何ですか？好きなフルーツ？フルーツは好きです。え、フルーツは何でも好きだな。次、体操を始めたきっかけは？最初水泳をやってて、なんか全然楽しくなくてよくサボってたりしたんですけど、同じ体育館にあの体操場があって、なんかめっちゃぴょんぴょん跳ねたりして楽しかったので、そっから始めました。次、眉毛はどうやって整えてますか？ハサミです。適当にチョキチョキ切ってます。特にこだわりはない。何しようかな。あ、好きな食べ物はつぶ貝です。あとアイスクリーム、絶対アイス、アイスください。嘘です。お酒も好きです。次、身長は何センチですか？151センチです。朝は152センチあります。大事ここ。次、好きなお菓子はチョコとチータラとじゃがりことわさびのりとかば焼きさんと、なんかおつまみのものが好きです。次、体操に関係あることは、スターバックスでは何を注文することが多いですか？新作か抹茶のフラペチーノにチョコチップを追加するのと、チョコソースも追加する。ほうじ茶も好き。全然体操に関係ない。次、試合前に聴く曲とかはありますか？試合前は川の音と水の音を聞きます。なんかめっちゃ落ち着くから。あとつむつむする。で、次、これは僕、お前のベジータ。これは今のベコジータ。マジわかんない。次、演技するときに一番大切にしていることはありますか？見ている側は美しさが素敵で、ニコちゃんマーク。演技のときに意識していることは、一番は楽しむっていうことで、この前の大会は観客ありの試合だった、この前は観客この前は観客…
前は観客ありの大会だったので見ている人たちに感動してもらう演技だったりとか、その見ている人たちの記憶に残るような演技をするっていうのを心がけてやってました。次、平均台のジャンプをきれいにする方法が知りたいです。まずはちゃんと柔軟することで、なんか平均台の上だったら思いっきりできないかもしれないけど、床の上だったら外すこととかもないし怖くないと思うから、床の線の上でめっちゃ練習します。なんか平均台だと思って何本も何本も練習して、でその感じのまま平均台でやる。まあ外す時もあるけど次試合前は緊張しますか？めちゃめちゃ緊張しますもう心臓が飛び出ちゃうくらい緊張します。でめっちゃおしゃべりになります。どうやったら緊張しないで試合ができますか逆に質問コメント欄で教えてください。次、足持ちターンは何意識してますか？足持ちターンの姿勢でなんかキープする練習をして、でそのキープの姿勢をそのターンやってる間にできるようにするっていうのを意識してます。通じる？通じる。だからこう回らないでさ、こうピュッて持つんだよ。これでターンしないでフッて持ってこのまま10秒キープしたりとかいう練習をして、でその止まれてる姿勢を意識にはめられるように回る時もその姿勢めがけてやるって感じです。次、座のターンのコツを教えてください。座のターンも回ってる時の姿勢でキープするトレーニング。とりあえずターンはキープです。キープのその回ってる姿勢でキープするのが一番大事です大事だからいっぱい言う。キープです。もう本当にキープ、もう10秒とかダメ。まあ、10秒でもいい姿勢でできてたらいいんですけど、座のターンとかはもう30秒ぐらいずっともうこうやって止まってます。あとはなんかそれで慣れてきたら手に重りつけたりとか足に重りつけたりとか、本当にキープが大事です。キープの後に大事なことはあるけど、とりあえず一番はキープ、大事次、座右の銘はありますか？寝たら忘れる。なんかみんな、なんて言うんだ、なんかさ、私以外の体操選手ってさ、すごいさ真面目だしさ、なんか食事制限とかさ睡眠とかいろいろ考えてやってるじゃん。もう私は、大事だとは思うけど、でもやっぱ自分は自分だから大事だと思えばやるし、まあいいかなって思ったら自分のやりたいようにやる体操だから、座右の銘は寝たら忘れるです。私はもう皆さん尊敬ですよ、本当に。私は人に流されやすいし、まあある程度はあるよちゃんと。でもなんか基本何でもいいから合わせちゃうとか。次、将来子供ができたとして娘だったら体操やらせますか？やりたいって言ったらやらせてあげたいけど、まあその他にやりたいっていうものがあればそっちを優先させてあげたいです。自由に行きましょう
感じです。次、休日は何をされてますか？ 2,3 ヶ月前はもう自分の家で寝てたりとか治療に行ったりとかしてオフの日終わってたんですけど、最近はいろんなとこに出かけたりとか、もういろいろ気分が上がることをしてます。オフは体操以外のことで楽しんでます。もうオフの日は体操のことを全く考えないです。ゆうなスタイル。次、好きな男性のタイプは？優しくて面白くて、優しくて面白いって、もう誰でも言うよねいやでも本当にそこは大事だと思う。私が素を出してもなんか一緒になって笑ってくれたりとか、なんか何でも一緒に楽しんでくれる人とかがいいです。あとは辛い時とか、なんか行き詰まった時とかに話聞いてくれたりとかする人。なんか自分が辛かったら寄り添ってもらっていいか、まあ、なんか話聞いてもらったりとかだし、相手が辛かったら一緒になって考えたいし、お互い尊敬し合えるような人です。次、ゆうなちゃんのメイク大好きだから気に入ってるコスメ教えてほしい。これは後日メイク動画出したいと思います。その時に使ってるものとか紹介していきます。キラーラスト、好きな体操選手は誰ですか？ロシアのビクトリア・コモワ選手が好きです。もう大好き、会いたい。以上、20個の質問に答えました。たくさんの質問ありがとうございました。これから YouTube で体操の動画だったり、体操以外のこととか楽しい動画をどんどん撮っていけたらいいなと思います。なので高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。バイバーイ。